まあ、入りもすごいいい感じで入って、自分たちのやるべきことがある程度できてたんですけど、まあ、そこが、しっかりこう爪が甘くなったりとか、やられたくないところでやられたりとかっていうのが途中から結構多かったんで、まあ、明日もう40分本当にそういうのを強度高めてやっていくっていうのと、まあ、怪我人が戻ってきて、まあ、こういうゲーム、ディフェンスの強度もずっと高まるっていうところで、また遠藤がちょっと怪我してしまって残念なんですけど、まあ、その分もしっかり他のメンバーでカバーして、バイクまであと3試合しっかり勝ち切れるようにやっていきたいと思います。はい。内容も求められるゲームだったのかなと思うんですが、その辺はまあ狙い通りに進んだということでよろしいまあ、何十分かは行ったんですけど、まあ、そうでない時間帯が結構あって、そういうところのこう質の低さっていうのが、まあ、まだまだやっぱりこの間やった東京とかとはちょっと違うのかなっていうのは、まあ、ずっと課題なので、それはもう毎年の。なんで本当にそういうところまで、そういうチームになりたかったら、まあ、やっぱりこういうゲームもうどん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 自分たちのやることをやり続けるっていうところですかね。まあ、あとオフェンスリバウンドをかなり取られてるんで、やっぱりボックスアウトも、もっとしっかりやんなきゃいけないですし、周りももっと反応しなきゃいけないっていうのは、今日の反省かなと思います。先ほどコート上でもっとやれることあるはずっていうことをおっしゃったのはそのことっていう。そうですね。もうやるべきことっていうのは決まってて、まあ、この選手にはこういうことはやられちゃいけない、でもやられていい方ももちろん作ってるんで、そうじゃない方でやられるっていうのは、まあ、そこが徹底できてないっていう証拠なので、まあ、全部が全部止めるのは難しいのは分かってるんですけど、まあ、やろうとしてるかどうかっていうところですね。それが何本か連続してやっぱりあると、まあ、そこでタイムアウト使いましたけど、まあ、そういうところが1本やられたらもう次は絶対やられないっていう意識にならないっていうのが、まあ、今の現状かなっていう。